第2師団は陸上自衛隊の師団の一つ。北部方面隊直轄にあり、師団司令部を旭川市の旭川駐屯地に置く。北海道の海岸を守備する沿岸配備師団とされてきたが、新防衛大港では総合近代化師団に分類される。北陳師団とも呼ばれている。第7師団以外では唯一戦車部隊が連隊編成となっており、 3個普通科連隊、1個戦車連隊を機関とする。北海道道北の防衛警備、災害派遣を任務とするほか、民生協力及び国際貢献活動を行っている。旭川市で毎年2月に開催される旭川冬祭りにおいては、主に第2特化連隊が中心の旭川冬祭り協力隊が編成され、 大雪像の制作を担当することが恒例となっている。第2偵察隊、第2管区総幹部は、第2師団司令部に、第2特車隊は、第2戦車大隊に、第2偵察中隊は、第2偵察隊に、第2通信隊は、第2通信大隊に、第2衛星大隊は、第2衛星隊にそれぞれ称号変更。第十五普通科連隊及び、第十六普通科連隊、 第2対戦車隊、第2輸送隊を新編。第10普通カレン隊が第11師団霊下に霊属替え。第2航空隊が北部方面飛行隊霊下に霊属替え。第3普通カレン隊を走行車約60両により走行車カレン隊に改編。第9、第25、第26普通カレン隊を自動車カレン隊に改編。第2武器隊、 第2補給隊、第2輸送隊、第2衛星隊を統合し、第2広報支援連隊を進展。第2戦車大隊に、戦車重量を増備し、各戦車中隊を3個小隊から4個小隊に、増強。第2特化連隊第6大隊を、分離特立、師団直轄の第2後者特化大隊を進展。第2師団司令部付け隊に、科学防護小隊を進展。第二偵察隊に、 電子偵察正体を新編。第9普通科連隊を廃止。第2対戦車隊を廃止。第2戦車大隊を第2戦車連隊に改編。第3、第25、第26各普通科連隊に対戦車中隊を新編。定員約8100人、普通科連隊3、戦車連隊1を機関。零下普通科連隊の対戦車中隊を廃止。 第2体終停対戦車中隊を進展。96式多目的誘導弾システムを導入。第2特化連隊に99式自走 155mm 榴弾砲を導入。ありがとうございます。